はい、皆さん、トライアングルです。ちょっとなんか奥でなんかエンダードラゴン飛んでますが、あれなんかどう頑張っても消えないので無視してください。はい、で今回、はい、皆さんこちら懐かしいでしょう、これ鬼滅の刃、ガチャ対決やっていきたいなと思います。めっちゃ久しぶりじゃないこれ。一応ね、こちらが鬼殺隊ガシャで、こちらが鬼ガシャ、上限の鬼ですねのガチャになるんですけど、まあ一応なんだろう、初めて見る方もいるので説明するんですけど、今回まあこの当シリーズと違って、このガチャ対決っていうのは特にこちらですね、この鬼滅の刃のガチャ使い切りなんですよ。もう9体この中入ってるんですけど、全員使うという形になります。当シリーズだとね、このガチャ9体入ってる中の3体引いて、2回で3体引いてみたいな感じだと思うんですけど、今回はこちらを全部引きます。で上限の鬼、こちらもね9体、あとでちょっと見せますけど9体入ってるんですけど、上限の鬼は1体ずつ引いて、合計、3回戦います。だから鬼殺隊は3体引いて、1戦目はね、で鬼は1体引いて、じゃあ次2戦目もう1回鬼1体引いて鬼殺隊、こっから6体の状態から、3体引いてっていう形になります。はい、で今回、まあ、一応ちょっと見せようか。はい、鬼殺隊側はこのように、まあ、結構強いキャラクターいっぱいって感じですね。品津川さん、道勝、姫島さん、炭治郎と。で、煉獄さんも強いし、宇髄さんもいます。で、さらに、まあ、ここらも全員強いキャラクターですね。で、今回、一応、ベリーヘルモードです。要は EX モード。最強の、呼吸2倍の最強なので、まあ、それが、で、どう変わるかなと。で、鬼に関しても、はい、こちら。もちろん3体で、呼気死亡、相手に3体で勝てるわけないんですよ。まあ、でも、なんだろう、その代わり、海学とかには勝てるよっていう。海学、牛太郎とかと当たれば。で、赤さんも多分ね、3体だったら、鬼殺隊3体だったら勝てると思うんだよね。で、ここら辺は分からない。うん、だから結構、鬼殺隊有利なのかなとも思うから、ちょっと鬼殺隊、ちょっとあれかな、強くしすぎたかな、どうなんだろう。で、増悪点も EX モードだと最強だから、もうちょっとあれかな、鬼殺隊側、上限がちょっと振りすぎる気がするから、伊之助とかなおちゃん入れちゃう？どうしよう。ここら辺を伊之助にするか。こんな感じにしようか。これでいこう。うん。こんな感じでいきます。というわけで、じゃあ、引いていきましょう。まず、どっち行こうかな。一気に引きますね、これは。で、その後一気に別の場所で、3試合やります。じゃあ、まず、鬼殺隊行きましょう。まず上限だな。上限いきます。いきます。1体目。1試合目の、これ、はっきり言います。勝つの無理です。なので、ここで、どんだけ、姫島さんとか強いキャラを引かないか、になってくるんだよ。マジか、いきます。1体目。はい。あー、煉獄さんはベリーヘルボードの煉獄さん強いのに。あー、これは消化されてしまった。次。はい。うわー、マジ？やばい、これ。姫島さんも消えた。これ、絶対3体じゃ勝てないから。え、マジ？はい。うわー、やべえ、終わった。え、待って。え、ほぼ最強の3体が消えたんだが、ここで。あら。1試合目。はい、このようになりました。1試合目が国志望と、こちら品津川さん、姫島さん、こんな感じかな、こうですね。はい、では次、マジか。じゃあ今度鬼殺隊から行こうか。はいはい、2試合目。あー、道勝強いキャラ、なんか強いキャラ連発だな。はい、あー、伊之助、あー、まあここで伊之助、いや本当は国志望の時に伊之助出てほしかったんだけどな。はい、あー、無一郎くん、いやどうだこれ、これ難しいぞ。鬼次第だね、これは。これ鬼次第。いきます。はい。きたー、海学。よし、じゃあこれでとりあえず、試合しようか。んで、最終戦は、最後に引きましょう。はい。じゃあ、というわけで、どこら辺で引こうかな。ちょ、ここら辺もうバリバリなんでね。すいませんね。ちょ、ここら辺にしようか。ここら辺でやって、バリアブロック貼って、ちょっと戦いたいなと思います。いや、これ、あと残ってるの誰だ？炭治郎、甘露寺さん、宇髄さんか。あ、結構強いぞ、これ。結構強いキャラ揃ってます。問題は、上限側だね。上限側がどうなるのか。では、まず、国志望ですね。国志望 VS、いや、これははっきり言います。もう無理だと思う。はい。3体、あ、でも、3体一斉出しどう？ 3 体一斉出しで、もしかしたら、
もしれない。もしかしたらね、エンドラもと、エンドラも応援してくれ。いやだってほら1対9がいっぱいいるからね。でもな、これ3体同時に出すとな、やっぱり黒死亡レベル2のさ、変身した黒死亡の餌食なんだよなこれ、全体攻撃を。いやでも EX モードよ、 EX モードだったらなんとかなったりせんかって思ったけど、あれなんだよ名前、上限の塔やった時に5体ですら勝てんかったからな。しかも結構最強から姫島さん2体いてみたいな感じだったから、まあここはもう仕方ない。まいやでもここで姫島さん、品津川さん、煉獄さんは痛すぎる。ここで消費されてしまったのはかなりの痛で、そしてここでやられていく、も仕方ないわな。これはもう頑張ったよ頑張った、これはもう何も何も仕方ない、仕方ない、もううん、これは勝てない、はっきり言ってしまうと。これはねもうこれはもう分かりきっちゃってるからちょっと言っちゃうけど、あ待って、ちょっと待って、海学が消えた。では次海学いきましょう。これはさすがにまああまりねちょっと勝ち確定とか言うのは良くないからあれだけど言えないけど、まあ、最悪道勝つだけでも勝てるんじゃないかな。じゃあ行きましょう。さあ海学の力、鬼になった海学。まあでもやっぱり海学はねどうだろう、ちょっと柱より強いぐらい、もしくは普通の柱よりちょっと弱いかなぐらいな感じだから、3体相手はさすがに厳しいかなと思うんだけど、まあでもやっぱり3体一斉に来るってことはね、海学ももちろんこういう感じでほら範囲攻撃の多段ヒットがあるから3体一気に攻撃できるって思ってたけど、まあそうなるわな、これは仕方ないですな。うん、ということで、あれ無一郎くんがあんなとこ行っちゃった。じゃあここちょっと広げましょう、広げて、じゃあ結局1勝1敗ですね今んとこ。いやいい勝負になってきたよ、いい勝負。ではまず鬼殺隊からいきましょうか。炭治郎、貫禄さん、宇髄さんかな、宇髄さん、炭治郎、貫禄さんと OK ですね。これ多分鬼の王になっちゃう、あならないか、オッケーオッケー、あれオッケーオッケー。じゃあこの3体で誰が赤座ドーマだとちょっと厳しいかな、他の、あでも増悪点も厳しいんだ、増悪点が特にやばいか。ではいきます、はい、いやこれがリアルだから、これがリアルだから、これがリアルだから、これがリアルだから。よーし、さあそれでは戦わせていただく。これはこれはなんだったらもう炭治郎一人だけでも一人だけでもいけるかなと思うんだけど、ちょっとさこれさ、もしそのちょっともう一回やろうか。もちろん勝利は鬼殺隊側の勝利ですよ、鬼殺隊の勝ちだけど、ちょっとさもう一回ちょっと牛太郎じゃないキャラでこの3体でちょっと戦わせてみようかな。まあ、これはちょっともう多分まあそうだね、まあまあまあかなり余裕で多分勝利だとは思うんだけど、あでも結構まああーまあまあまあ牛太郎結構頑張ったんじゃないかな。あ頑張ってるね牛太郎、やっぱ強いわ、やっぱりEX モードだとなかなかの火力を誇るんじゃないかな。ちょっと待ってね、ちょっと牛太郎じゃなかったらの場合をちょっと見てみましょう。はい申し訳ない、ではいきます、はい、ぎょっこじゃないな、ゾウアクテンがいいな、ゾウアクテンくん最後かーい。ゾウアクテンが見たかったんやーい。違うんよ違うんよ、ちょっとまあまあゾワクテンいきましょう。でうずいさん、貫禄さん、炭治郎、さあどうだこれ EX モードのこの最強のゾワクテン VS 最強、まあまあまあかなり強い鬼殺隊3体、いやこれ強すぎんゾワクテン、見てこれ EX モードだと常に雷、ほら見てこれ、おお雷連続よ、連発よ、連発雷さん最強すぎる。しかし言うてまあ呼吸操作できるわけじゃないからね、確かに常に雷のダメージはあるけど、この増悪点には3体の攻撃が一気に入ってるってわけだから防御力はそんなないよね。おお、あ普通に勝てる、ああでもか、まあまあかなりボロボロ、貫禄さんが狙われた感じかな、あでも意外とあれなんだね、あーでもやっぱりあれだね、呼吸操作されないせいか、そのなんだろう、増悪点のダメージががっつり入ったっていうのが大きかったのかもね、短期決戦になったからおそらくですけど、はい、まあ、というわけで今回結構まあ最初黒死亡引いた時どうなるかなって思ったけど、普通に鬼殺隊側の勝利でいきましたね。はい、なのでこれちょっと面白いわ、やっぱりその鬼殺隊側がもう決まってる、決まってるっていうか、まあ、決まってはないんだけど、出るキャラがそのやっぱりもう全員出るっていうのが決まってるから、まあ、なかなかなんか面白い感じになるね。
当シリーズとは違った楽しみ方ができたかなと思います。はい、というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあお疲れ様です。バイバイ。